奈良美里氏は古代日本の人物。奈良氏の子祖とされる。果たし、己里氏は古代朝鮮語で、おそらく主張を意味する語に由来する。己地、巨里氏、古地とも書く。新先生四六の土の土地上には、次のようにある。己里氏。旗大氏、古外寺リーズ。佐伯や力世によれば、新先生四六における口氏の本拠は、 大和国祖江上郡なら中号だったという。なお、新先生資録の細分でも確認できる通り、己里氏はあくまでも官民族に出自する。また、道書には、三葉屋志功、長岡由美木、山村由美木、桜田蓮が己里氏の道祖とある。昭和33年、奈良県天理市で母子と骨倉木が発見された。その銀星の母子には次のようにあった。 祭事騒動薬師属性大奈良君外め名の孫は同7年祭事、後院2月26日命過ぎ、祭寺の僧の道役は、大奈良君外め名の孫である、という意味である。奈良の寺から、奈良氏との関係が示唆されるが、はっきりとしたことはわからないという。発見された母子と骨倉木は、重要文化財に指定され、現在なら国立博物館が所蔵する。ありがとうございます。